どうも田澤です。どうも田澤です。今日のテーマはシリーズものになります。え？これがこんなシリーズありましたっけ？こんななんか趣のシリーズありましたっけ？だいぶ濃いですけどこれが配信される頃はおそらく8月の中旬ぐらいかな。そうですね。終戦記念日、はい、ってことで前回は。ああ。戦艦ヤマトを扱った気がします。その意味でね。ああ、去年でしたね。はい、ちょうど、そうか、1年前。で、今年はと思って、まあ、今年もなんかそういうテーマで喋れたらいいかなと思ったんですけど、まあ、いろいろ悩んで、今日は天皇について。天皇についてフリートークします。天皇についてのフリートーク。フリートークします。天皇トーク。天皇トーク。天皇トーク。やっぱね、天皇とかって話をね、しっかり真面目にしちゃうと、なんか難しいと思うんですよね。難しいですよね。硬くなっちゃうかなと思って。硬くなっちゃう。ザックバランに話せたら、ね、確かに。概念として結構難しいもん、天皇ってね。そうそうそう。なんで、まあ一応そのこのタイミングで天皇かっていうと、うん、まあ、終戦の時にね、はい、昭和天皇っていう人の存在感っていうのはかなり大きかったじゃないですか。うんうん、それこそそのマッカーサーが日本に来てびっくりしちゃっていますもんね。普通その国のトップっていうかね、は戦争に負けた時に勝った側に対してどうか自分だけは命を助けてくださいって懇願すると。で、逃げたりとか、そういうタイプが多いから、はい、当然マッカーサーも日本に来てね、だきっとそういう態度をしてくるんだろうなって思って接したら、まさかの自分だけはどうなってもいいから国民だけは守ってほしいって話をして、それびっくりしちゃってるんですよ。こんな存在がいるのかみたいな。それで、昭和天皇が全国回って国に会っていった時にもね、マッカーサーとしては戦争に向かわせた張本人っていう意味で、はい、国民から非難されるんだろうなって思っていたら、まさかのみんなそのありがたい気持ちでね、接してたのを見て、日本にとってこの天皇というのは何なんだっていうね、天皇だけは絶対残さなきゃいけないと。で、天皇を中心とした国づくりをまたやっぱりそれをしていかなきゃいけないって、やっぱり衝撃を与えたという天皇の存在、はいはいはい、っていうところでね、ちょっと天皇について。なるほど、はい、天皇ね、これはそもそも天皇という存在みたいなところで言うと、うん、僕もでもね、実際そんなに厳密には分かってないの。その天皇って、その国の中で、はいはい、何をやる人なの。今日は僕天皇を選んだのは、綿さんも天皇好きだろうなと思って、なんか天皇になんか、天皇ハマってるって言ってませんでした前。あ、でもそれは、日本書紀とかの話だから。あ、そうそう。神武天皇とか。そうだからその意味で盛り上がるかなと思って。あ、だから神武天皇、出ましたね、神武天皇。神武天皇。もう今日の初代。キーパーソンです。あ、キーパーソンだね。神武さん。今日のキーパーソン。神話ですけど。そう。いや、そうなんですよ。うん。テーマとしてはね、今日、要は、今後ね、おそらく天皇の話って、世間的にもされることも多いと思うんですよ。なぜかって言ったら、はい、多分、女性天皇、女系天皇。まあそうですよね。の話がされるから、うん、おそらくその、どっちですかって聞かれることも多いと思うんですよね。うん、ああ。女性天皇、女系天皇、賛成ですか、はい、反対ですかって言われたりすることもあるんじゃないかなと思って。うん、その時に、ちょっとわかんないとね。でもわかんないだろうね、ほとんど、ね。そう。今日、このフリートークを聞いていただけると、はい、自分の考えを持てるんじゃないかと思います。なるほど、はい、なるほど、そういう狙いがあります。紐解けると、はい、そうそう、うん、要は天皇とは何なのかとか、うん、今の男系の、ね、男系ですよね、その意味が分かると、うん、もう明快に答えられると思いますね、はい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 、この話っていう意味でちょっとフリートークをお楽しみいただければと。あしばしのフリートーク、はい、ちょっとなんかね、僕もどういうふうに話していったらいいか分かんないから、ちょっとフリートークの中で紐解いていったらいいかなっていう、はい、なんかこう緩い感じでね、はいはいはい、こういう難しいっていうか、まあややこしい話はした方がいいかな、うん、確かに、はい、じゃあ割とじゃあ僕はその聞く側としていろいろ質問したらあれですか、ね、あ、そうです、はい、天皇マスターの田澤氏がそれで言うと、はい、女系天皇、女性天皇って、いましたよね、過去ね。結構、割と、歴史をたどると、持統天皇とか、はいはいはい、水戸天皇とか、なんか結構、女の天皇の人は、いたけど、はいはいはい、あれ、なんか男性、その法律的になんか、なんだっけ、男系なんか今、縛りがあって、はいはい、それが結構最近なんでしょう、はいはいはい、明治ぐらいか、はい。もういい、いい。あ、いい質問。いい質問ですね。これなんでか知りたかったんですか、はい、うん、まずですけど、うん、女性天皇、女系天皇。これ、違います。女性天皇と女系天皇。うん、違いますよね。はい、で、今、綿さんがおっしゃったのは女性天皇ですね。そうか、持統さんも、水戸さんも。持統先輩。持統先輩。持統パイセン。まあ、先輩ですけどね、そうですね、言ったら。
まあ、持統天皇と、あと、まあ、一番有名な推古天皇とか、ね。推古天皇、そうですよね。あ、そう、女性か。女性だよね。まあ、それは女性だよね。うん、そう、うん。女系っていうのは、あれだもんね。その推古天皇から生まれた人たちが女系になる。うん、そう。だから、女性天皇の子供が天皇になったら、それは女系天皇、ね。女系というのね、うん。うん。だから、過去、女性天皇っていうのは、何人だった ?8代か、うん、10人ぐらいかな、うん、いたんですよ。だけど、女系天皇っていうのは一度もなかったんですよ。あ、そうなんだ。そう、一度もない。うん、でこれが、この女性天皇、女系天皇を考える上で一番大事な話なんですよ。今、126代かな、天皇。そうですよね。うん、第一代が、神武天皇。神武パイセン。神武パイセン。うん、だけど、実際は、神武天皇から数えると2600年ぐらい続いてるって言われてるんですけど、うん、ただ、前半の方は神話と言われてるんで、そうよね。うん、あの、古事記日本書紀のね。そうね。とはいえ、まあ、一応その、神武天皇から全部男系で繋がってるっていうのが今の天皇なんですよ。で、それを女系にしてもいいかどうかっていう話です。なるほど。だから、僕ね、このテーマって、世論調査みたいなを考えるっていう意味でもいいテーマかなと思っていて、あれなんですよね、実は女性天皇、女系天皇を賛成派って、世論調査ですよ。うん、賛成が実は8割近いんですよ。女性、女系天皇、賛成が。うんうん、世の中の8割ぐらい、7割、8割の人が女性天皇、女系天皇いいんじゃないって言ってるんですよ。はいはいはい。だけど、実は女性天皇と女系天皇の違いを理解してる人が半分しかいないんですよ。あー、なるほど。そう。まあ、感覚的に答えてるんですね。そうそうそう。うん、要は、最近流行るジェンダーを持ち出してるってことなんですよ。だから女性差別みたいな話を持ち出して、はいはい、いやいや女性でもよくないみたいな、それ女性差別でしょってことで、あ、はいはい、あの、うん、女性天皇 OK っていうふうにほとんどが言ってるっていう感じです。さあ、やっぱあのバカにするつもりないけどね、はい、日本人は史上初女性天皇とか思ってる人いそうだよね。そうですね。あの首相みたいな感じで、そういう観点で意見を言っちゃいそうな感じはあるよね、天皇の問題って。で個人的に僕はね、僕個人的には女性天皇、女系天皇は反対です。反対。反対。うん。ダメ。反対ですよ、それは。普通に考えたら反対ですよ。女性天皇もダメ。女性天皇は厳密にはいいけど、うん、女性天皇というのは女系を生むための布石になりがちだから、まあ、やめた方がいい。やめた方がいい。流れができちゃう。うん、例えば、今で言うとね、愛子様。はい。愛子様が天皇になるってことが、いわゆる女性天皇。女性天皇ですよね。で、愛子様がもし、その辺の山田さんと結婚した場合に、うん、はい、その辺の山田さんとの子供が天皇になったら、それ女系天皇です。そうでしょうね。うん、それはいいかどうかって話です。そこはやっぱなんか、タブー視される、そのやっぱり理由があるんです。僕あんま分かってない。その女系天皇が。そうなんですよ、ね。だからこれがね、要するに感情の問題ですよ、うん。合理的に話ができないところで、うん、1代から126代まで、かたくなに男系で来たんですよ。ね、うん、っていう、日本のその伝統みたいなところをどう解釈するかって話ですね。うんうん、だから男系っていうと、多分、なんか男系女系っていうと、なんか男女差別っぽい響きになるじゃないですか。うんうん、これ厳密に言うと、要は父系、母系っていう意味でですからね。はいはいはい、要するに、男系っていうのは、お父さんの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 って辿ると、神武天皇に行き着くっていうのが男系なんですよ。うん、うん。まあそうですよね。そうそうそう。で、そこでまあ、女系天皇をやってしまうと、2600年続いてきたものをやめることになるっていう。あ、そういうこと、そうそう。それを日本人としてどう捉えるかって話です。あははは。うん。だから、一応歴史を知っていてね、女性天皇、女系天皇の違いを知っていると、普通に考えたら反対になるのが普通だと思います。うん、知らないと、うん、女性でよくないってなるけど。うんうん、確かにそれで言うと確かに結構勇気がいる決断にはなりますよね。そうそうそう。まあ、だって過去その今なんでそういう話題が出てるかというと、今の天皇陛下の次の後継者がついこの間までいなかったんですよね。十数年前まで、はい、いなくて、小泉政権の時にいなくて、もう女性しかいなかったんですよ。うん、いなかったね。そうだから後継者のために女性天皇、女系天皇を認める必要があるみたいな話になってたんですよ。だからそれで話が出てたんですけど、ちょうどその時に被災人様が生まれになったんですよ、うん、はい、それで後継者ができたってことで、その女性天皇、女系天皇の話を断ち切れになったっていう経緯があって、なるほど。ただとはいえまだね、お一人しかいないっていうところで、うん、今後ね、安定した皇位継承を考えるために女性天皇、女系天皇を容認するべきでないかっていうのが、まあ一応今の議論が続いてるみたいな感じですね。なるほど、なるほど。そう。だからこの話って結局天皇という存在に興味がなければどっちでもよくないってなるんですよ。まあ、
確かにこれは難しい問題になりますよね。なんかその、まあ、あの概念的な象徴でもあるからさ、はいはいはい、その血統、難しいよね。血統のさ、やつってさ、結構、先民思考とかにも繋がっちゃうから、なんかそういう思想でも反対してきそうな人もいるし。でもその思想って最近の思想だからね。ね、まあそうそうそう、ね。うん。だから、でもとはいえさ、やっぱその、それで言うとその天皇家の血筋ってさ、総合確かに途絶えると、まあ、そもそも結構危うい存在に。だから天皇とは何なのかって話になっちゃうんですよ。そうなんですよね。ね、うん、だから、そのさ、まあでもこれね、やっぱでも現代、その教育でその天皇が何なのかっていうのは、正直ちゃんとは教えてくれないので、うん、まあ僕もね、全然分かってないんですけど、まあ難しいよね、それはもう概念として、ね、だから GHQ の政策の一つとして、うん、まあうん、愛国心を削ぎ落とすために、象徴をね、っていうのがあるから、うんうん、これね、だから結構ね、天皇を知ると、すごいその、日本の歴史が愛おしくなるとこはあると思っていて、うん、なんか僕なんかあれですか、言ってることなんか右翼っぽいっす外戦感いやいや外戦しない外戦感ってあるいや違う、分からん、右翼突っ込む分かんないかな、うん、僕日本の歴史すごい好きなんで、うん、あの日本、あ、世界最古の国って知ってますか、和田さん。え、あれですよ、メソポタミアの、え、国として国、うん、国か、え、国だとなん、あ、え、いや、これ適当なこと言うの恥ずかしい。中国、中国。ああ、いい回答だと思います。あ、そう、はい、いい回答。正解は日本なんですよ。ああ、出た。はい、だからそれが、え、それは僕、都市伝説は聞いてるんだけど、それは、その、あ、いや、一応その、歴史的にって認識でですよ。あ、なるほど。はい、要は、スタンダードな認識での話で、要は国っていうのは、その皇帝なりトップが続いてる、その、代々続いてるっていうのが国なんですよ。そういうことで、そういう意味で言うと、日本っていうのは、2600年前に、まあ、これはちょっと神話入ってるけど、神武天皇が即位してから、2600年間あるから、国としての、日本っていうのは国としての歴史は2600年あるんですよ。で、第2位が、これがまた意外だと思うんですけど、デンマークなんですよ。デンマークで、1000年とかなんですよ。だから、日本の2600年に続いての2位が1000年なんですよ。で、日本がどれだけ長いかっていう。はいはいはい、ちなみに中国は、60年ぐらいです。要は、そっか、そうだよね。これちょっと引っかけこれね、引っ掛けだよね。だから中国4000年って言うけど、ね、実際中国は、中国じゃないもんね。60年ぐらい。昔ね。そう。うん、だから、世界各国が戦争とかで皇帝とかがトップがコロ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 変わっていった中で、はい、日本だけは2600年間ずっと同じ血統なんですよ。確かに、うん、でこれってやっぱすごくないですかっていう。いや、すごいですよ、うん、でそれはでなあ、ごめん、ちょっともうね、すぐで都市伝説言ったからちょっとごめん。いや、それが、うん、それがね、2600、この日本の歴史で、過去その、時の権力者いっぱいいたじゃないですか。うん、あの、歴史上の有名な人物。そうね、まあ、織田信長にしろね。はい。ああいう人たちが、ずっと守り通してきたっていうことなんですよ。だって、いやいや、そんなルール関係ねえだろうって言って、俺が天皇になるとか、天皇歴史なんてクソくらいだって言って、変えそうじゃないですか、彼らって。その戦国時代とか。うんうん、だけど、ずっと堅くなに、その団結での、その血統を守るっていうことはずっともう日本がやってきたんですよね、うん、意地でも。だから過去あの一回その血統が途切れそうになって、今みたいにね継承する人がいないってなった時に、継体天皇だったかな、あの何とかしてその言っても男系で来てるからってことで遡ってこっち行ってこっち行って何とか探して、あいた、あ、見つけた、そうそうそう、見つけて男系を維持してきたの。こういうケースで何回かあるんですけど、そこまで意地でも男系を続けてきたっていう歴史があるんですよね。過去足利義満なんかはかなり危うかった時期と言われてて、彼はすごい権力があったから、うん、その男系のねルールを変えてしまいそうだと言われてたんですって。だけど結果彼でもやっぱりあの慣れなかったって言いますね、当時。でそのこともあってのずっとあの男系のねで126代まで来たっていう、はいはいはい。これちょっとその本筋の話とさ変わっちゃうかもしれないけどさ、はい、歴代女性天皇がさできた時はあったわけで、はいはい、その持統さんがさ、持統先輩が最初は水子最初は水子か、うん、でさあの、まあ、僕はそのね日本書紀の文脈で知ってるのは、はいはい、その持統さんかな、持統、はい、さんの時にその持統系列のそのなんか子孫、はい、何さんって言ったか忘れたけど、その系譜を作りたいがために女性天皇っての正当性をこう出したいと。だからそれにはなんかその女性の天皇っていうものが過去の神話から遡ってもなんかこう正当性があるものであるっていうのを誇示するために、なんか日本書紀のその、はいはいはい、天照大御
神っていらっしゃるじゃないですか。女性の天、あ、うん、女性のその神様ですよね。はいはいはい、確か。で、アマテラスオミカミは、なんか結構よく言われる話で、その、もともと男だったみたいな。てか、そもそも男だった。太陽神、太陽の神様って言われてる、はいはい、アマテラスは。だから、太陽神って基本的に男じゃないとダメみたいな。はいはいはい、で、あの、女神様は水系の、あのやつになる。だから基本的に男なんじゃないかっていう神話を、あえて女性に塗り替えて、女性が天皇になるっていうことの正当性を訴えたみたいなのを聞いたことあって、うん、だからさ、あの、そういう女性にすり、そういう意味で、女系にすり替えたかった天皇のその人たちも いたわけじゃない。当然いっぱいいました、ね。いたんだよね。だからそれは、それに抗って、いや、でもとはいえダメでしょ。男系は守んなきゃダメでしょって言って、うん、それをなんとか押しこらえてきた歴史があると。そうそう、2600年ね。あ、そう。そうそうそう。だって、すごくないですか。すごいね。何があろうと意地でも守ってきたんですよ。そんなさ、神話を塗り替えること、うん、こんなことしてまで、その意地で変えようとしてたやつを押しつぶして、うん、なんとかこらえきってたってことね。そうそう、うん。それだけ皇室っていうのは、うん、やっぱりもうどうにもならないんですよね。その血統っていうのは。そうだよね。だから、豊臣秀吉なんかは、うん、織田信長って結構クレバーで、うん、あんまりそういう天皇とか皇室とか興味なかったんですけど、うん、あの、豊臣秀吉は、もう自分がその皇族になりたくてしょうがなかったんですよ。豊臣秀吉は。だから、結果、なんとかして入り込んで、あの、摂関家、あの、そういう風になったんですよ、はいはい、豊臣秀吉は、うん。っていうぐらい、その、豊臣秀吉ですら憧れた結果、なんとか潜り込むとか、そのぐらいのレベル。小室圭さんみたいな。そう。いいパスをくれました。女性天皇、女系天皇を容認するということは、小室さんの子供が天皇になることを認めることです。そうなりますよね。そうなっちゃいますよね。で、あの、まあ、とはいえね、いろいろ僕は言ってきましたけど、うん、とはいえ、日本の象徴なんだから、うん、別に女性がなったって、それをこう、しっかりその敬意を払える存在であれば、別に女性天皇、女系天皇でもいいじゃないかって、多分思えると思うんですよ。うん、だけど、これは、なんていうかな、武田恒康さんとか、言ってたのかな、うん、あの、まあ、明治天皇のヤシャゴとして有名な。もうどうかと思うけどね、そのヤシャゴも。要するに、今の天皇陛下に対して議論が生まれてしまう時点でどうかって話なんですよ。ああ。俺は認めないよ、今の天皇っていう。あ、でも、それは思うね。絶対的な存在でないといけないのに、人によって考えが変わるっていう。何民意汲み取ってんだみたいな話はこれあるよね、本当ね、うんうん。仮に愛子様のね、うん、あの、お子さんが民間の人と結婚して、出てた子供が天皇になった場合に、うん、いや俺は言っても認めないからっていう人が半々ぐらいになった場合に天皇っていう存在が崩れるじゃないですか。そうね、うん、なんかそれは、あ、でもさ、これもしかしたらもっとさらにプライベートの話でさ、あの、皇族っていうさ、まあ、ある一つの家庭の話じゃない、うん、その、まあ、その国民の象徴ではあって、そのまあ代表とするなる存在だから、はい、まあ国民のそのなんかあの観点っていうのはまああってもいいと思うんだけど、はい、うん、ただまあでもすごいさ、家族というかそのさ、皇族っていうさ、ファミリーのさ、血筋の話をさ、はいはいはい、なんか確かに外野がなんか、いやそれは女性認めた方がいいんじゃないですか、うん、みたいな言うのってなんかちょっとすごいナンセンスな気もしてきた、うん、なんか。ね、お門違いな気するよね、確かにね、うん。そもそもね、その、これはだから、女性天皇、女系天皇容認派の意見を一つ一つ論破していきますけど。うん、論破を。論破教の方が。あの、まあ、これもね、武田恒康さんとかがよく言うんですけど、うん、明治天皇のヤシャゴのね。はい、やばいやつね。やばいヤシャゴだけど、それ。あの、うん、今、男系じゃないですか。うん、っていうことは、いや、女性を天皇になれないのかっていう、うん、いや、女性差別じゃないかって話になりがちなんですけど、うん、あえて考えてみると、むしろ逆ですと。うん、要するに、皇族になろうと思った時に、僕や綿さんは、どう頑張ってもなれないですよ。なぜなら男だから。だけど、ね、女性の場合は、皇族と結婚すれば、入れるんですよ。まあね、っていう意味では、うん、女性の方が優遇されてるという見方もできるわけです。確かに、ね。男性の方が差別されてるっていう見方もできる。うん、男性はもう、その、あ、ちょっとね、ま、あの、また、その、新しい概念が入ってこない限りは、そうそうそう。ですよね、うんそううん。だし、あと、例えばですよ、民間の女性がね、皇后として入ってきたときに、やっぱり国民としては受け入れられるじゃないですか。例えば、美智子様にしろ、はいはい、松子様にしろ、すごくこう、なんか、神々しい感じがするというか、もうなんか、そうですね。うん、だけど、民間の人が、よう分からん男が、いや、ま
さに稽古も、稽古もろ。そう。やばそうだよね。だからなんとなくですけど、こう、うん、女性という存在に対して、すごくこう特別な、そのなんか、そういうイメージっていうのをもともと持っててね、日本人がね。はい。だからこそ女性を迎え入れて、男系で保ってきたっていうような側面もあるんじゃないかな。なるほど。うん。これ別にその、男女平等とかじゃなくて、今までお父さん系列で来たよっていう伝統があるだけで、うん、それを、まあ、守る守らないっていう伝統の話だから、ジェンダーの話ではないんですけどね。確かに。でもなんかその、結構さ、さっきの民主主義の話なんだけど、うん、なんか国民にこういうのを問いかけるのはどうなのかなって気になっちゃいました、今。そう、だからこの世論調査の意味がすごい。意味ある？そう、そうなんですよ。選挙じゃないから。本当そうなんですよ、うん。で、国民はみんな賛成してるんだから、女系天皇を OK にしようってなったら、その決断どうって思いません？なんか、それ結構さ、もうもはや相当さ、だいぶ侮辱的なことをしてない？その、うん、天皇家に対して、うん、だって、ねえ、いや、ダメだと思うんだよ、普通に。なんかさねえ。だからやっぱりこう、なんだろうな、いろいろ変えていくことって大事なんですけど、うん、やっぱ伝統っていうのは、やっぱりなるべくね、保守であるべきだと僕は思っていて、ね、こういうのに関してはね。まあ、合理性とか、そうそうそう、まあ、ある種その、第三、なんて言うんだろうな、難しいけど、これは多様性とはまたちょっと別の議論というか、うん、なんかやっぱりこれ民主的な話じゃないから、そうそうそう、これに限っては。これはもう、絶対その国民側にどうこうの話じゃない、うん、話ではあるっていうのは間違いなくて、なんかそれを一緒くたに考えると、まあ、確かにもうその天皇っていう存在自体が相当危うくなるよね。そう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 、もうもはやなんかやっぱり 今の天皇陛下にしてもね、うん、やっぱり神武天皇から2600年間続いてきてる血統の持ち主なんだって思えることが重要かなとは思うんですよ ね、うん、いや仮にですよ、愛子さまがね、うん、例えば中国の人と結婚した場合にどうかってことなんですよ。いや、わかる、うん、そういうことも出てくるよね。そうそうそう、そういうことも出てきますよ。何なのか分からなくなってくるじゃないですか、外国人と結婚。そうそう、だってそれ大変だよ。もう隣国からしたら半分うちの国だからみたいな。確かに言ってきますよ。確かに ね、うん、だからそういうややこしいことあるから、うん、やっぱりそこはまあ伝統を守っていくことっていうかね、そこはその大衆論民主論と一緒にしてはいけないという、うん、なんかすごい理解できましたね。ちなみに日本共産党とかは天皇制自体を否定してるんで、うん、でしょうね、うんうん、最も反発してきそうですよね。そういう、だって存在がだって不都合だから、共産主義としては天皇の存在っていうのはね。そうですよ、確かに。まあでもなんかこれはちょっと少しちょっとキモい考え方にもなりましたけど、うん、なんか結構その王様ではないからさ、うん、やっぱちょっと国を超えたちょっとなんか特殊な存在みたいな、うん、だから昔で言うとあれ神だったわけでしょ、うん、その天皇っていうのは神的な存在で扱われててみたいな、だからそこは結構さ、まあ都市伝説の文脈でも語られるけどさ、結構なんかアンタッチャブルであるべきだなと思うんですよ、うん、そこに関してもね。それはだってもうそういう系譜できたものだから、うん、そうそれがなんか政治的な観点で変わっちゃうのは逆に言うと非常に危険だと。だから そこはさ、逆に言うと政治でどうにかなっちゃうんだったら悪用できちゃうからね。そう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 、これね、本当にそれに関して、うん、だからもしですよ、仮にやべえ天皇出てきたらどうすっかみたいな話もありますよ、これ本当。そうですよね、帝王みたいなやつ。だからそうなんですよ。そういうことを起こさせないために今の伝統を持ってくるっていうね。それはさ、今のそのピースフルな天皇様を見て、うん、そうそうそう、あ、なんかこんな感じでいきますよねみたいな思ってるけどさ、実はその結構そこに多様性が生まれてたに危険なのかもしれない。なんかね、それはなんかさ、うん、総理とか大統領とかの話じゃないから、うん、みんなその天皇というものがなぜ存在しているかっていうところ、意外とまあみんな理解、うんうん、意外とまあできないじゃないですか。わかんないじゃないですか。わかんないからね、うん、でもまあなんでかって言ったら、天皇陛下だけは常に国民のその安寧とかね、平和とかを祈り続けるっていう存在なんですよ、うんうん、だから僕らがどんなことがあろうと天皇陛下だけは祈り続けてくれてるという存在を一人いるっていう、うん、そうですよね、それがその国民の拠り所になるっていう存在なんですよ、うん、だからそれでずっとやってきた日本って尊いなってすごい思います。まあそうよね、うん、あとやっぱちょっとスピリチュアルさもあるから、ね、そこもそこでいいなと思う。うん、だってさ、神武さんに至ってはさ、わけわかんないわけじゃない、本当にそうそうそう、何だったのかわかんないわけじゃない。そうそうそう、だって神様から生まれて本当ですよね。そう、だからその神秘さというかさ、うん、歴代天皇ので僕ね、分かりやすい図を僕貼っといたんですよね。おお、すごいね。神武天皇紀元前660年からですか。これでもさ、本当さ、いやこれはね、もう僕はすみません、本当に申し訳ない、都市伝説の文脈しか語れないからですけど、神武天皇に
対しての興味がもうすごいんですよね。なんかその、なんか、いろんな、なんか話あるじゃないですか。なんかそのね。これ、この辺は多田さんも詳しいんですか？神武天皇。あ、僕でも古事記とかの話はなんか、普通のなんか、あの概要ぐらいしか知らない。その、イザナギとイザナミの、ねうん。そういうのは知ってますけど。ねうん、でもなんか、この辺なんか調べていくと、すごい、そのいろんなさ、なんかその、はいはいはい、相当スピリチュアルなんか。いやそうですね。だから、第1代の神武天皇から15代、王神天皇までは神話の世界と言われてますね。そうですよね。うん、で、16代の仁徳天皇から、あの仁徳天領の古墳がね、有名ですけど、はい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 、そこから実在したと言われてる。いや、これね。これはね、まあだからそうよね、それを受け継いでると思うと、すごいことですよね、これはね。そう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 。だから本当に。よくジェンダーの話でね、男女差別だって言って女性も容認するべきだっていう人って、うん、天皇になることが権利だと勘違いしてるっぽい節はあるんですよね。天皇になることが権利じゃないかなって話じゃないですか。それはやばい。その発言はやばい。逆に言うと。そんな感じしません、だって、うん。なんで私たちは天皇になれないんですか？そう、女性だって天皇になれるべきだっていうような権利っぽい感じしません、なんかわかんないけど。そういうことじゃないからっていうね。確かに。その発想やばいけどね、なんかね。いや、でもそうだよ。だから、その、さっき言ってた、その、それで言った男性なんかもう、かすることすらできないっていうのも、まあ、それで打ち返せますけど、まあ、それはだから、血族の話だからね、その、権利とかじゃないよ、本当に、確かに。なんか、だから僕はその、日本の戦国時代とか、荒くれ者とかがいた時代ですら、天皇は天皇として、そうですね。やってたっていうのが、すごいなんか、グッとくるんですけどね。確かにね。まあ、耐えなかったっていうのは確かにすごいことだよね、これもね。まあ、それぐらいやっぱ品格化してやっぱりシンボリックなものとして受け継いでたやっぱり理由というかさ、裏付けがさ、僕ら国民には見えない何かあるんだよ、うん、なんかやっぱ絶対絶やしちゃいけない何かがあるはず、ね、だからこそここまで続いてるわけだから、もしかしたらこれで男系を絶やしてしまった時に、うん、僕らも意識しないところで何かこう日本が変わっていく気がするんですよ ね。だからさ、ここはさ、ちょっと極端な話だ。一回ちょっとスピな話もさ、信じようよ。うん、いや、なんかその、うん。この話ではもうスピだと思う。スピだよね。ある種、ね、うん。そうなんだ。ここは合理性の話じゃないから。ないね、これね、うん。ここに関してはさ、もう元々が大元を辿ってくださいと。そうそうそう。うん、その我々のその世界基準の話じゃないところの話から生まれてますんで、うん。うん。だってそもそも人権とかっていうところじゃない人たちの話だからね、そうね、うん。うん。それ僕らと同じ土俵でジェンダーの話とかするってのはちょっと失礼な気がする。まあ、確かに、ね。うん。あとね、やっぱね、僕ね、いわゆる公務って言われてる仕事って、はいはいはい、僕やっぱね、そのやっぱ純潔の人たちじゃないと、なんかできない何かが僕やっぱ ある気がしてて、なんかあのメンタリティってさ、なんかね、ちょっとね、これわかんないけど、そういう庶民的な感覚とは違うさ、絶対的ななんか別の感覚があると思ってるんだよ。それは血族としての誇りとか、あるし、まあそれは自分がそれを受けたまった以上、血として受けたまった以上は、その成し遂げなきゃいけないという絶対的な使命感とかがないとできないし、そうですよね。だから、それってさ、もうもはやその、それこそ性の話とかさ、階級の話とかで全然まかないきれない、何か僕らにはちょっと理解できないものが あるはずだと思うんですよね。まあ、じゃないとやっぱりここまで象徴として祀られないわけですから。ね、うん、だからまあ、天皇陛下はその国民のことを常に祈っていただいてるって僕らが思えるような存在ってことですかね、弱それって。そうですよね。そこはなんかちょっとね、一般人が立ち入ってはいけない領域なような気はしてる。なんかちょっと、それに関しては。やっぱ僕らが見えてない世界の話ってやっぱあるから、本当に。相当なことを実はやってんのよ、多分ね。だから僕こういう話はね、その、よく知らずに感覚で、いいんじゃねとかって言っていい話じゃないと僕は思ってね。まあ、でもそれに関してはやっぱメディアが悪いよ。そだって、そんなことを問うって、いや、選挙とかじゃないから、本当だからその、なんだよね、その聞いてどうだの話じゃないと思うの。そうですね、世論とか聞いてどうにかする話でもないよ、多分。そう。イギリスを見てください。エリザベス女王がいるじゃないですか。とかっていう、なんか言いそうな人いるけど、一緒にしちゃダメだから、その。ね、男女差別とかジェンダーの話って外国の価値観だからね。そうね。だから、なんかでもね、なんだろうな。なんかそういうのを、やっぱりそのメディアとかのその扱い方を見ると、こういうところをなんか変えてやろうみたいな、なんかそういう悪意も感じるから、はいはい、よくないよね。なんかそういうね。だから、ナショナリズムを奪っていくのはやっぱりメディアだから。いやね、ポリコレがこういう話になってくる。ポリコレやばいですね。ポリコレの皇室の話はポリコレのやばいですね。
いや天皇家マジ時代遅れなんだけどみたいな、なんか、うん、でもねマジでワイドショー、なんかワイドショーというかそういうバラエティ番組でそんな話し、うん、みんなしてましたよ、まあね、あの世の中変わっていくのにこれは変わらないっていうのはおかしいとか、うん、でもねこれちゃんと歴史を知ると考え変わると思いますよ僕でも、まあそうね、うん、いやでもさあの慶小室の話もそうだけどさ、うん、もうあんま皇室に限ってはちょっとやっぱあんまゴシップあんまなんかやっちゃダメだと思う、やんない方がいいと思うのよ、うん、なんかそのだから仮にね、うん、仮にだから結婚 しそうですよね、するのかな、しそうな、ね、空気もありますよね。で、うん、その後まあもし何らかねその小室圭さんにスキャンダルとかあって、うん、小室圭さんがまたいろいろ自分で言っちゃったりとかして、うん、皇室の話を暴露なんかしちゃったりとかしたら、ね、あの皇室のイメージとか失墜するだろうし、そうそうそう、どっかの国みたいに ね、うん、なんかね、そうよ、だからなんかなんて なんかそういう対象じゃそもそもないよっていうのはね、うん、なんか扱いは切り分けた方がそうと思うけどね、なんか、うん、実はあの歴代の天皇陛下ってあの学者の側面もあるって知ってました？あ、知らないです。あ、今の上皇陛下かな、平成時代の天皇、ハゼの、あの新種のハゼをどんどん発見してるすごい人なんだ、学者として。あ、なんかそれ聞いたことあるな。うん。うん、聞いたことある。で、今の天皇陛下は水関係だった気がします。なんかあるんですかね、そういう。なんか何らかあのテーマを持って極めるっていう、あの、あるっぽいですよ。神羅万象にまつわる、何かそういう知識をつけとかなきゃいけないとか、あの、うん。だから結構僕でもこれ、あの、今回そのいろいろ女性での女系での賛成派の意見もちょっと知りたいと思っていろいろ調べたんですけど、意外と出てこなくて、あの、要するに、あの、意見をこう発信するような知識のある人っていうのは大体否定派なんですよね。まあ、うん。要は、議論としてちゃんと咀嚼して話してる人がいない、うん。そうそうそう。うん、女系4人派でね。4人派の人、うん。あ、で、だから解決策として、だから今、あの、後継者がいない場合に、じゃあどうするかって話じゃないですか。そこいろんな解決策、いろいろみんな出してて、例えば旧皇族の復活とかね。戦後に GHQ が11個のその宮家を排除したんですよ。はい。だから、今11個その外にその民間になってる皇族がまだいるんですよ。だ武田さんとかね。いや、まさに言おうとしたんですよ。そうそうそう。だから、そうそう。武田さんダメですよ。だ武田さんを、今の、だから、皇族の人と養子に迎えて結婚とかね。なるほど、ね。なるほど。そしたら、武田さんがまあ繋がってるから、とかっていう、あり得るんですよね。そういう方法とかもあるだろうし、全然方法はあると。なるほど。あ、じゃあまあ、悠仁さんは、うん、可能性としてあるの？次は悠仁様ですね。あ、そうだよね。うん。皇位継承順位としては。うん、でも、悠仁様に、まあね、わからないからね、どう、今後。あ、そっかそっかそっか、うん。そうだよね。悠仁さんが、あの、男性が言っても、まだまだ尽きないと思いますね、この問題っていうのはね。なるほど。うん、で一旦大丈夫って感じ。一旦大丈夫。うん、はい。すみません、じゃあこんなところでちょっとそうですね、だいぶでも勉強になりました。ああ、いや、いい話だと思います、ね、ちょっと興味を持っていただけたら、だからこれを分かった上で自分はどっちかって意見を持っていただけたらいいかなっていうね、はい、皆さん思いました、ね、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございます、勉強になりました、ありがとうございました、ありがとうございました。